これから本気で J リーグを目指していきたいっていうチームがあるんなら、そこで思いっきりやってみたいなっていうので十勝に来させてもらいました。長野さんはこっちに来るきっかけってどういうところですか？縁もゆかりもないんですけど、本当元社長の藤川隆之さんに呼ばれて、はい、呼ばれてきたっす。どうやって呼ばれるんですか？いやいや、それこそ僕一昨年までタイにいたんで、はい、5年間、はい、タイにそんなにいたんですか？はい、5年いました。で、5年目に給料未払いとか、なんか遺跡話を潰されたりとか、結構タイのダーティーな部分を一身に受けてて、で給料も入ってこないし、やべえどうしよう、日本に帰ろうかなと思ってた時に、藤川さんから Facebook のメッセージ で10年ぶりぐらいに連絡が来て、もう日本に帰ってくる気あるかって言われて、なんすかってやっぱ返すじゃないですか、はい、北海道に J リーグチーム作るぞって言われて、はい、マジっすかってマジっすかって本当に、でもうすぐ嫁に、うん、次の移住地は北海道だけどどう楽しそうねっていうか夏から、はい、真夏の国からやっぱそうですね、マイナスのイメージなんで、僕は九州出身なんで北海道ってもう極寒の地っていうイメージなんで。あ、九州どこですか？もう福岡です。福岡。はい。藤川さんとは、その10年前っていうのは、何で知り合ったんですか？僕がアビスパ福岡の選手だった時に、はい、キーパーコーチだったんですよね、藤川さん。で、その時からなんかこう、なんか気に入っていただいてて、しょっちゅうこう、サトシお茶しようぜとか。お茶、はあ、よくスタバ、箱崎のスタバがあるんですそこに呼び出されて、なんで俺を呼び出すんだと思いながら、ほんと朝練習終わって、昼間なんかダラーっとしてる時に、サトシ来いって言われて、はい、スタバで二人でテラスで、こんな感じでお茶をするっていう。はい、で、いろいろ話しましたね、その時になんか。まあ、その、なんか可愛がられ方なのかわかんないですけど、それでその10年後に声をかけようと思ってくださったのかわかんないですけど。北海道に来るのは長野さんは迷わなかったんですか？うん、正直迷いましたね。行くのは迷わなかったんです。はい、ただ行くって決めて、さあ日本に帰って準備して行くぞって時に、藤川さんが癌になったんです。で、その先僕はどうなるんだと。うん、言ったはいいけど。頼りにね。はい。とか、スカイアースっていうチームが、途中で頓挫する可能性もあったので。うん、で、もう藤川さんは、抗がん剤治療が始まってたし、うん。で、僕は誰を頼りに行ったらいいんだっていうので、少し迷いました。で、今シーズンもね、まあ、始まりますけど。はい。いや、どうしようかなっていう迷いみたいなのなかったんですか？いや、もう全然なかったですね。藤川さんが逆に弱ってるなら、その、行って誰かが支えないとっていう気持ちが芽生えたし、で、まあ、昨年末亡くなられたんですけども、その藤川さんの突貫力といいますか、行動力は誰かが受け継がないとっていうので、僕と亮は、ポスト配りから始めようっていうので、その、この十勝の100人につながったわけなんで。はい、こう、藤川さんが癌見つかってからの、まあ、1年っていうのは、藤川さんはどんな様子っていうか、どういうチームとの関わりだったんですか？いやー、でも、やっぱ常に気にしてましたね。外歩けない時から LINE でチームどうだっていうやり取りはしながら。でも、回復されて、十勝に入られてからは、積極的にね、はい、練習にも来られたり、スクールにも顔出したり。ね、先ほど話伺ってたら、
まあ、以前にも増して練習に顔を出してくれるんだったとか、おっしゃってましたしね。はい。すごかったですね。そこの、燃やし方というか、うん、本当魂を燃やしてたんじゃないかと思うぐらいの。なるほど。で、ほとんどの選手が、残り。そうですね。今シーズンっていう。渋谷さんは、はい。どんなサッカー人生といいますか、ここに来るまでは。僕は、その、藤川さんが、その、現役時代に活躍されてた、ベルディっていう、まあ、ベルディ川崎ですね。はい、こっちの方も、結構もう、知ってる方も多い。そうですよね。の、そのまま引き継いだのが東京ベルディになるんですけど、今の。はい、そこで僕はずっと育ってまして、うん、で、こっちに来たのも、そのベルディの縁で藤川さんが僕に声をかけてくれて、うん、お前はベルディの選手だから、こっちに、そのベルディで培った経験を伝えてくれっていう風に言ってくれて、まあ、僕、その、元 J リーガーっていう名前はあるんですけど、やっぱ J リーグで活躍することは全然できなくて、うん、で、何の経歴もないんですよね、その、本当にサッカーを知ってる人からしたら、特にその J とかプロの厳しさを知ってる人からしたら、何の経歴もない僕に対して、やっぱそういう風にトップで活躍してて、その後も指導者として名を馳せた人が、そういう言葉で伝えてくれるっていうのに感動しまして、で、まあ必要としてくれたっていうのもあって、で、もうそれを東京までわざわざ、まあ十勝から来てくれて、まあ言葉で伝えてくれたんで、いやもうそれだったら、その十勝は見てなかったですし、で、僕はその前に東京のチームから、何チームかその地域のチームとかにも行ってたんで、その時に、まあ十勝のチームっていうのは、どれぐらいそのサッカーをやる環境において厳しいものかっていうのもなんとなく想像ついてたんで、まあ厳しいもの一年になるだろうなっていうのは分かってたんですけど、でもやっぱそういう風に言ってくれる人がいて、これから本気で J リーグを目指していきたいっていうチームがあるんなら、そこで思いっきりやってみたいなっていうので十勝に来させてもらいました。確かにあの、まあ、いい感じになってから入るのと今から立ち上げてやっていくぞっていうところでは違うエネルギーっていうか、やりがいも含めて、はい、面白さは全然違うと思います。あのですよね、はい、多分めっちゃ大変と思うんですけどいやでもやっぱサッカーこれまでやってきて全然自分とはゆかりのない地に行くのがサッカーなんですよね。あ、やっぱそれさっきもサッカーは世界の共通言語だって言ってましたけど、そのボールだけで海外で仕事ができるのがサッカーだし、いろんな地域でつながれるのもサッカーだし、子供からお年寄りまでっていうのがサッカーなんですよね。それが多分世界で愛される、球一つでできるっていうのが僕はサッカーだと思ってるんで、それを本当に十勝の地にそんなものができたらいいなって本当にやりがいに思います。お二人ともプレイしながらですからねこういうのもやりますねチラシも配って今日もね、イーストモールさんでミラフマリー、はい、僕は競馬場でした。競馬場で。僕はそうですね。僕はホーマックです。ホーマックに七八箇所で選手2、3人ずつ。なんか声かけてくれたりします？あ、どうだったんですか。いやー、何人かですね。あ、でも知ってくださってる方もいたんです。写真撮って、あ、何件か。でもやっぱまだまだ全然ですね。どういうことをファンクラブの方にはこうチームとしてはできますかね。選手としては、選手としてはだからこの間言ってた最後の交流みたいな、あ、交流オフ会イベント、はい、オフ会イベントはありますね。イベントをやらせてもらいます。はい、私段取りしますんで、はい、はい、よろしくお願いします。イケメンいっぱいいますからね。ああ確かに、うん確かに。今、ポカーンとなってました。イケメンじゃないですか、全然。いや、もう僕は既婚なんでね。彼に。ね、渋谷さんも、彼女いるんですか？彼女います。ああ、いそうだよな。そうだよな。でもほら、で、トカチに来てるんですか？あ、トカチの人です。お、そうなんですか？はい。マネージャーとか。あ、小野ちゃん？マネージャーじゃないです。はい。
カチに来てくるのがいいですね。だからそういう話もオフ会だったら。確かに。貢献しますね、トカチに。そうですね。かなり貢献しますね。トカチの女子は喜んでますね。そうですね。いやー、それはかなり応援しがいがあるんじゃないかなって感じするけどなね。あとやっぱあれ作ってほしいっす、ファンクラブ会員限定のユニフォームとか。あ、いやー、そうですね。ね、はい、それね、まあ、僕もキャンピングカーのレンタル事業を始めたばっかりなんでわかるんですけど、まあ、在庫持つのは大変ですけどね。ユニフォームね、はい。なんか、見える形でつながりができたらいいなっていうね。あった方が絶対いいですか、ね、いいっす。応援歌とか欲しいですね。欲しいですね。応援歌とか、曲作れる人。いや、ちょっと僕の希望なんですけど、おーと夏空の、はい、今、トカチが舞台じゃないですか。で、スピッツさんが、はいはい。優しい、優しいあの子かな、うん、かなんかタイトル。なんかそんな感じ。うん、オープニングの。オープニングの歌で、はいはい、スカヤスの今年は応援歌一曲、誰か作ってほしい。なるほどね。はい。スピッツさんが作ってくれてもいいかな。スピッツさんお願いします。いやー、はい、で良さそうじゃないですか。いやいや、なんかリズム感的にも明るくて、うん、優しい歌なんで、うん、そういうこうイメージというか妄想しながらやっぱ毎日過ごされてるわけですね。そうそう、できたらいいな、これできたらいいな、ね、いや本当にそれが一番楽しいですよね、サッカーの妄想が、うん、わーこうやって広がっていくんだろうなって。何したらね、浸透していくかなとかいう、あ、そういうご意見も欲しいですよね。いや本当に欲しいですね。ね、はい、これやってほしい、できれば私これしますとか、はい、だから僕らは本当になんか J リーグチーム作ってやってるんだぞっていう感覚じゃ全くなくて、うん、そのファンクラブの方も関わり方も試合に来られる方も、うん、一緒になんていうんですかね、作り上げるというか、うん、もう共犯者というか、みんなで一緒に共犯やっていこうぜっていうスタンスなんですよね。いや、これね、分かりやすい目標は JFL に昇格じゃないですか。いや、本当そうっすね。これを一緒に楽しめたら最高ですよ。いや、本当にそう思います。ここは割と、なんていうか、達成しなきゃいけない。近いうちに。間違いないですね。ですよね。はい、だここの最初のところを一緒に、こう、騒げる人。いやー、ほんとっす。来てください。はい。ええー。多分そっから見てたら絶対楽しいと思うんですよね。ですよね。はい。今後が。今日練習試合とか見に行ったけど楽しかったもんな。いいなーと思って。ありがとうございます。本当に嬉しいですよね。嬉しい。来てくれるってのは。いや、なんか練習試合がどうだとかっていう話も、やっぱ、されたことも特にないんで。うん、なかなかする機会もないですよね、きっとね。で、やっぱその、例えばさっきの佐藤くんの話ですけど。はい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 。やっぱ練習と違うんだねって言われて、そいつが、それを言われることによって多分感じることもあるんで。ごめんなさい、言いました、私。はい、でもそれってすごい大事なことなんですよ。いや、でもね、昨日練習ここであって、まあ、練習、なんか僕の印象ですよ。まあ普通にシュート練習とかでも、とりあえず思い切り打つ人が、選手が多かった中で、はい、結構ゴールキーパーのことを見ながら、まあシュートの種類を変えながら、打つ人で、うん、ああ、落ち着いてて、いい選手だなと思ったんですよね。はい、うん。で、今日練習試合見に行って、スタメンじゃないんだなと。ってことですよね。だから試合、練習を見てたら、スタメンだと思ったってことですもんね。うん、そうだね。いや、怪我してんのかなと思って。ああ。うん。なんか、むちゃくちゃ一生懸命動くっていう感じじゃなかったから、昨日なんか。はい。で、今日、練習試合見に行って、で、後半見て、何だか、後半見て、佐藤さん後半見て、あのね、なんか、一人でポツンといることが多いなと思って、うん、こういう風にボールが欲しいとか出して欲しいっていう感じで動くんじゃなくて、うんうん、ここで待ってるからくださいみたいな感じに見えたんですよね。はい、だからなんつうか、ウィーニングレブンで言うなら、まあ三角ボタンとこの上のスルーパスくださいみたいな、はい、そういう感じじゃない。無駄な動きを何回もするっていう感じじゃない感じがして。ただ、やっぱ実際、周りからもそういうな感じの声が飛んでて、はい、うん。ああ、
そうか、ちょっと俺の見方も合ってたそういうゲーム。いやー、それが楽しいと思うんですよね。いや、そうだ、こうだ、言ってほしいんですよね、僕に対して。いや、そうそうそう。佐藤さん、僕に直接言ってください。生意気なっていう、ね。いやいや、もう。いや、大事っすよ。批判を受けるってことは大事っすよ。うん、そうそうそう。あ、昨日練習しに行って、あ、中野さん、結構シュート外すなとか。そうですね。それがいいっすね。それがいいっす、はい。それがもう僕の全てです。はい、そうそうそう。リーグの開幕、5月19日。はい。幕別。幕別。はい、時間は朝10時です。朝10時。はい。ね。よろしくお願いします。本当に。本当に、見に行ってください。はい、何でしたっけ？十勝川花火大会が、そう、幕別の、花火大会が打ち上がる時の場所ですね。あ、陸上競技場。はい。いいですね。はい。ここに行ってもらえる。その説明の仕方がいいですね。うんうんうん。選手との距離も近いし、声聞こえるし、声聞こえるのがいいな、僕。まあ、やっぱ生の音、音とか声とか、それを体感してほしい。